さん、今日も頑張ってね。担々麺専門店、初見さん時代の動画は概要欄の方に載せておきますね。お店の名前は変わりましたが、担々麺屋さんは変わってないそうです。ご注文は券売機からお願いします。メニューはこちら、担々麺950円からどうぞ。平日ランチタイムもあるのね。卓上コーナーはこちらになります。どこにあるんだろう。宇都宮環状線セブンイレブン宇都宮姿川店前を西川田方面へ走行中。しばらく道なりです。さつきロード入り口を過ぎるともうすぐ到着します。到着しました。いただきます。担々麺950円。まずはスタンダードの担々麺を注文。ビジュアルがまず美しい。チンゲン菜もいいね。自分でごまをかけるスタイルなのでスリスリしておきましょう。汁なし担々麺950円。続いては汁なし担々麺。提供された瞬間から山椒のいい香りがしてくる。具材もたっぷり。ちょっと麺が太めなのかな。めちゃくちゃうまそうだ。腹減った。
ごまをかけていこう。歯触りの良いストレートの細麺。スープはちょいとろっとした濃厚スープ。辛うますぎる。うまい屋さん、この担々麺、絶賛してたな。ごまのマイルドさと、自家製ラー油のピリッと感が最高に合うね。こちらはコラーゲンスープなんだとか。うまみがギュギュッと詰まってて、本当に美味しい。同行者さんからのお裾分けをいただきます。もちっとした麺でこちらも最高にうまい。汁なしの方は山椒が効いていて、しびれる辛さと香りが癖になります。ナッツとあられの食感がすごくいいね。こっちも中毒性のある一品だ。本日は担々麺紀行さんオープンおめでとうの回でした。担々麺の初見さんがリニューアル。以前と変わらずめちゃくちゃ甘い担々麺でした。皆さんもぜひ食べに行ってみてください。